土曜日夜10時、明るい未来にチェンジの時間がやってまいりました。パーソナリティの FC 神岡です。明るい未来にチェンジは、誰もが幸せに生きていける社会を実現させるための情報ラジオです。本日のテーマは、化学物質過敏症に関する請願書。私 FC 神岡が沖縄県議会に提出した化学物質過敏症に関する請願書にて要望したことが実現されたら、沖縄県は化学物質過敏症対策が日本一進んだ地域となります。皆様に知っていただきたいのは、化学物質過敏症対策が環境汚染物質を減らす方向に作用することです。それは沖縄の人たちの健康を守ること、空気や水、海や海の生き物を守ることにつながります。本日もここでしか聞けないレアで貴重なお話たっぷりです。お楽しみに。Your radio station. パーソナリティの FC 神岡です、はい、本日も、トークの相方にジャズシンガー義母貴子さんに来ていただいてます義母さん、こんばんは。はい、こんばんは、はい、よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、ですね、3月の終わりに開かれた沖縄県議会の委員会を、はい、傍聴してきまして、はい、というのも2021年の、11月に化学物質過敏症に関する請願書っていうのを沖縄県議会宛に出してまして、はい、これがまあずっと継続審議いただいてるんですけど、うんうんうん、その経過を確認しに傍聴に行ってきまして、はい、おいいですね。もういろいろ収穫があって、うんうんうん、もう関係各位にもう感謝しつつ、うんうんそうそうそうですよね。今日はこのお話をちょっと差し上げたいと思います。はい、まず化学物質過敏症に関する、まあ、請願書なんですけど、はい、5つ要望してまして、うんうん、で、まあ、その1がホームページ、うん、県のホームページに化学物質過敏症の情報を掲載して、うん、それからポスターチラシなんかも作成して、まあ、いろいろその公的な機関に配布してくださいねっていう、うん、でこれについては、もう県のホームページに、うん、そのサイトが、はい、ページがアップされて、これから周知徹底していきますっていうことを、まあ、言ってくださってるんですね。はい、素晴らしい、うん、素晴らしい、うん、それで、2、3、4が結構なんていうのかな、革新的、先進的なんですけど、そもそも化学物質過敏症って知ってる人がほとんどいないんですよね、うんうん、そうですよね、うん、私も知らない自信あります神岡さんに会ってなかったら知らないですって言ってあ、そうですよね、はい、うん、私も過敏症にならなかったらそんなになんかそういうのがあるらしいぐらいしか知らなかったので、うん、そうですよね、うんうん、でなってみてはこんな大変なんだっていうのと、うんうん、まあ、本当にどこまで行っても、うん、もう厄介極まりないうん、うん、もうあらゆる面で厄介な病だなっていうことが本当に分かってきて、うんうんうん、だけどそれがね、例えば100万人に1人とか1000万人に1人とかっていう病であれば、うん、まあそうは言っても大変な人をみんなでカンパかなんかで助ければいいかなっていう感じがするんですけど、うんうんうん、まあそのお医者様が行った疫学調査で、うん、成人の 7.5% がもう化学物質過敏症の症状を呈している有病率 7.5% って言われていて、おいおいおいそうそれで上越市、新潟県の上越市が行った、全市を挙げての小中学生に対するアンケートでは、うんうん、平均して 12% 以上のお子さんが、うんうん、化学物質過敏症の症状を呈しているということで、うん、やばい、ね、もうこれ単純計算すると1000万人ぐらいがもう症状出てるわけなんですよ。うん、ただ、うん、化学物質過敏症ってその症状がものすごく多様で、私は主に頭痛とかしびれだったんですけど、うんうんうん、これがお腹に来る人もいれば、うん、皮膚症状に来る人もいれば、うん、うつとかそういう心の病に発展する人もいれば、うん、もう本当に多種多様で、うん、This is 化学物質過敏症ってなんか言えるなんていうか、その
あの症状がないんですよ、うん、難しいですねうん、うん、で、おそらくなんですけど、うんうん、場合によっては、うん、あの化学物質に、まあ、過敏な人が皮膚症状が出た時に、うんうん、まあ、あの皮膚科に行って、まあ、アトピーと診断される、うん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 、で頭痛に出る人が頭痛外来に行ってあなたは頭痛症ですねって診断される、うん、こういうケースすごい多いんじゃないかと思うんですよ。うん、だから本人は化学物質に過敏なんだけど、うんうん、そのことに気づいてない人が山ほどいる、うんうん、だからこのことにまず気づいてもらう、うんうん、で、まあ、化学物質過敏症がどういうふうに発症するのかっていうのはまだ解明され尽くしてないんですけど、うん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 、やはりその環境汚染物質、うん、環境中にたくさんある物質の危険有害性について調べていくと、うん、あの目に障害起きる、うん、皮膚に障害起きる、うん、腎臓肝臓に障害起きる、うん、中枢神経障害を起こす、うんうんうん、これやばいじゃん確かに確かに、なんかそれぞれでこう診断された人たちがもしなんかそれで良くならなかったら、うん、まず化学物質避けてみるのは手かもしれないですよね。あ、そうなんですよ、ね、体調不良になった時にまず、うんうん、まあ、もちろんあの病院に行くことも、うんうん、それはねあのダメよとは言えないんですけど、うんうん、体調悪い人がまずはその周りの化学物質に気をつけて、うんうん、ちょっとそれを減らす生活っていうのをしてみると、うん、良くなる可能性すごくあるんですよね。ね、ね、思いました、うんうん、そうそう、今までもね、なんかラジオで投稿くださった人なんかも、うん、元気だったのに、うんうん、突然やっぱりある日発症してしまったっていう人がほとんどなの で、うんうん、で振り返ってみると、まあ、あのタバコの煙もの職場だったとか、うんうん、ね、あのバスのドライバーさんなんかは、コロナで、うん、アルコール消毒の匂いが充満しているところで仕事していたら具合が悪くなってしまったとか、うんうんうん、だからあのやっぱりそのね、病気とその環境汚染物質の関係性について、うん、それがなんかこう体感できる病気って化学物質過敏症しかないんですよね、うん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 、でその他の病気は診断はされるけどなんでその病気になったのって問われないんですよ。確かにね、うん、なんか化学物質過敏症に限って具合悪いんですけどって言って、うん、なんかこの匂い嗅ぐと具合が悪くなるんですけどって言ったら、うんうん、あの発症基準があのはっきりしてませんって怒られるんですよ、うんうんうん、だけどがんとかになってなんでがんになったのって理由問われないじゃないですか。そうですね、うん、だからここが本当にすごく大きな違いで、うんうん、いやだからこそ、うん、あの化学物質にこう過敏なんですっていう人に対して、うんうん、あの対策をしてあげる、うん、あなたそんなに例えば、ね、柔軟剤の香りで具合が悪くなるんだったらじゃあ柔軟剤の香りをあの柔軟剤を使わないようにみんなで協力しましょうよと、うん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 、そういうことをあの、そういうふうにやっていける社会であるべきじゃないのって思うわけですよ、うん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 、そうですよね、うん、だってあの誰にも生きる権利がある健康に生きる権利がある、うん、としたらある人があの申し訳ないんですけど私かあの柔軟剤の匂いで具合が悪くなるんですって言った時にあそう知らねって言ったら それはちょっといかがなものかって感じしません？そうですね、うん、だから周りが協力しないとあ そう、その人をを苦しめるっていうのがまたそうなんですよミソというかねそう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 いやあなたも関わってますからみたいな、ね、そうなんですよあの、うん、過敏症になったら周囲の協力なくして生きていけなくなるんですよ、ね、すごいですよね、うん、だから学校にも行けない、うん、職場にももう戻れないっていう感じになってきて、うん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 、でその人が それまでの生活を続けることができるかどうかっていうのは、うんうん、周りの人が協力するかどうかにかかってるんですよ、うんうん、しかも協力してやってたら環境きれいになるんですそうそうなんですよ、うん、最高なんですけどみたいな、ね、そうなんですよ、うんうん、であの本当にこれねあの自分のためっていうかあの、うん、特に女性の人は実はこれ美容にいいんだよっていうことを知ってほしいんですよね、うんうんうん、そうですよね、うんうん、であの環境汚染物質が少ない環境で暮らすと、うん、痩せます、うん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 、前言ってましたね そう、それからお肌も綺麗になります、うん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 、であの、まあ、私あのいろいろあってあの、うちの旦那とあの、うん離れて暮らしてたんですけど10年近く、うんうん、10年以上か、うんうんうん、それで、まあ、1年前に、まあ、早期退職して、うん沖縄に来て、うん、でその時あの身長173センチで73キロだったんですよ、うん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 、で、ちゃんと朝昼晩お腹いっぱい食べてます、うんうんそれからあのお酒も時々飲んでます、うん、でおやつも食べてます、うんうん、なんですけど10キロ痩せたんですよ1年ですごいうん、え？うん。で、うん、だから、結構コロナになっ
ってから、まあ、一人暮らし、まあ、ずっと一人暮らしだったんですけど、うん、あの旦那が、コロナになってからはもう外食もほとんど減ってるので、うんうん、自炊をして、うんうん、それであの、まあ、暮らしてたわけなんですけど、うん、あのやはりそのね普通の人が普通に暮らす家と、うん、うちは、まあ、私が過敏症だから衣食住から空気から水からものすごい対策してるわけですよ。確かに、うん、だからうちに来ると頭痛持ちの人が、あのなんか1時間ここで過ごすと頭痛がこう軽くなって楽になるんだけどとか、だから休ませてとかっていう人いるんですよ知り合いに。それでなんかうちに来るとなんだか呼吸が楽になるっていう人もいるし、それからね重症患者の人がもうあのタクシーに乗ってあのもうこんなフラフラあの杖をつきながら歩くの30秒が限界っていう人がうちに来られた時も、あのドアの外ではもうこんなフラフラされてるんだけど、うちの中に入ったらあれ杖なくても歩ける、あれ呼吸が楽、あれ苦しくないって言って普通に、うん、あの座れたり立てたり歩けたりしたわけなんですよ。へ、すごい効果的面ですね、うん、あそうなんですよ、うん、だからあのその対策をして、まあ、一般の人にとっては健康な人にとってはその対策してる人と対策してないうちの違いが全くわからないみたいなんですよね。だけど、まあ、知らず知らずのうちにその、空気から水から食事の、うんまあ、あの在り方から注意をしているうちで過ごすと1年で10キロ、うん、おこれリバウンドしませんからね。すごい、うん、で、健康診断の数値も良くなっている、うん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 、私も年々健康診断の数値が良くなっていってるので、うんうんうん、これやっぱりその、有害化学物質を避ける生活をすると痩せます、うんうん、そうですねしかもお金かかりませんそうそうそう、まあ、でも私もちょっと白状すると、ええ、最近あの久しぶりにカップラーメン食べたんですよ。なんかこんなラジオやっててめっちゃ申し訳ないんですけど、ちょっと暴飲暴食しちゃって、久しぶりに何年ぶりかに食べて、でも何年ぶりかってすごいですね。そうそう、全然食べてなくて、なんかもうちょっとお酒飲んだ勢いでちょっと食べちゃって、そしたら食べたくなるみたいですね。そうそう、前あのその化学物質は脂肪にたまるって言ってたじゃないですか、脂肪にたまるか、うんうんうん、でなんか翌日なんかちょっとやっぱちょっといつもより肉付きいいなみたいな感じがあって、うわやばいこれこっちにたまってるぞみたいな、ちょっと気のせいかもしれないけどちょっとあって、あなんかプニってな、うんうんうん、いやでもあの、うん、そうそう、だからあの、添加物が多い食事をすると太るんですよ、うんうんうん、なんかもう実感しましたちょっと、うん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 、そうなんですよ。で、はい、だからあのまあ、まあ、や安いビアガーデンとか、うんうん、そういうとこ行くとやっぱり油とかも良くないの使ってるから、うん、添加物たっぷりの、うん、そうすると揚げ物そういうとこでガンガン食べてビールガンガン飲むと、うん、一晩で3キロ太りますからね、もうそんなとこはいけないけどそうですね、最近もうなんかあの本当にいいお店しか厳選していってないのでねそうそうそう、うん、いやでも本当い、はい、いやだからあの本当あの美しくなりたい人、うん、アンチエイジングに興味がある人は、うんうん、まずあの香りがのない生活、無香料生活に切り替えていただいて、それで少しずつあのその衣食住の中から、うん、あこれなんか余計な化学物質じゃないのっていうものをちょっと見つけ出していただいて、うん、それを排除していくと、うん、あのお腹いっぱい食べていいんです。お腹いっぱい食べていいんだけど、うんうん、どんどん痩せてくるんですよ。そうですよね、食べ物も空気ももうありとあらゆる点、そうそう、あの化学物質ありますからね世の中に。そうなんですよ、うんうんうん、で、それでそういう生活をしていくと、うん、あのね、今ギボンヌさんも私も、うん、あのお湯だけ洗髪をしていて、うん、あのリンスも、なんだっけクエン酸、うん、リンスとかだから、うんうんうん、あの下水が汚れないわけですよ、うん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 、で下水道でシャンプーとかそういったものを全部きれいにしてくれてるのかなと思ったら、実はあれきれいにできてなくてダダ漏れなんですよね。あ下水処理場、うん、下水処理場は本来その、糞尿を、うん、あの処理する施設であって、うん、そのあらゆる種類の化学物質、うん、まあ、柔軟剤とか殺虫剤とか、うん、それから薬とか、うん、そういったものをあのきれいにする機能がそもそも備わってないわけなんですよ。ある程度ちょっと吸着してくれるとかないんですか、この海に出る前に。 ある程度は吸着します。あ、うんうん、ある程度はだからその糞尿に混ざってるものが沈殿して、はいはい、あのなんだけど、物質によっては9割型、はあ、物質によってはまあ2割ぐらいまでしか、うん、除去できないんですよ。あ、
物質によるんだ。あ、そう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 、だから物によってだから9割ダナ漏れのものもあるし8割ダナ漏れのものもあるし、でそういうものが、まあ、あの今世の中に、ね、あの流通している、うん、化学物質で多く流通しているものだけで10万種類って言われてるんで、その10万種類をあのきれいに下水道で処理できるかってはできない。まあ確かにね10万種類ですもんね。そうそう、うん、それであの香りが長く残る、柔軟剤は、まあ、マイクロカプセルっていう技術を使ってるんですけど、目に見えないサイズのプラスチックの中に香料がある、うんうん、で結局その柔軟剤を使うっていうことは そういうあのプラスチックが海に流れていくっていうことなので、うんうん、でそうするともう いつ来るか分かんないんですけど、あの海の中を泳いでる魚の総重量より、うんうんうん、あの海に流れ込んだプラスチックの総重量の方が多くなる。それ言われてますよね、うん、近々そうなる、ね、あ、そうそうそう、うん、最近あの、ね、コマーシャルなんかでもそういう話が出るようになって、うん、あ、そうですか、うん、この間も聞いててびっくりしました。コマーシャル聞いてたら、うん、あ、こんなことコマーシャルで言ってるとか思って、恐ろしい。そうそう、だからあの本当にメーカーさんもね、今までのこう物の作り方をちょっと見直してその汚さないものを作ってもらって、それでもコマーシャルで言ってて対策とか言ってました？いや、なんかそういうことを言ってるんだけど、うん、あのだからそのコマーシャルを作ってる人もあの例えば柔軟剤というかマイクロカプセルという技術を使ったものがプラスチックでできてるって多分分かってないと思うんですよ。うん、で、まあ、例えばその、太平洋ゴミベルトみたいな、うんうんうん、目に見えるプラスチック、うんうんうん、あの洗剤の容器とか、うん、あの化粧品の容器とかが流れてきたもの、うん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 、そういうものを問題にしている、うんうん、あるいはあのショッピングバッグとかそういったものが流れてくるのをあの問題にしている、うんうんうん、だけどその目に見えるものもあの大変なんだけど、目に見えないプラスチックがものすごく増えてるってことに気づいてもらわないと、うん、だって、うんね、だって北極の海に、降る雪の、あのプラスチック濃度が地球上で一番濃い。怖い怖い北極が理由は不明らしいんですけど、まああのうん、素人考えなんですけど、地軸の影響じゃないかと思うんですけどね。うん、あの北極圏とか南極圏ってその磁力が高いわけじゃないですか。だからそこになんかその帯電したものがこう吸い寄せられて、なんかこうもう目に見えないサイズのプラスチック片が北極に降り積もってるんじゃないかと、うん、いやもう恐ろしい。一番人間生活ないとこに自然に必然界に降るみたいな。あ、そう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 。かわいそうですよ。うん、そうそう。だからもう本当あの化学物質過敏症っていうところにまずあの人を守ろうっていうところでまず化学物質過敏症っていうところ、うんうん、でその守るっていうところからあのその身の回りの化学物質に対してちょっとアラートかける。はい、それで使う量を減らしていくっていうことで、うんうん、環境と人の健康を守れる、うん、っていうことで、はい、その、沖縄の県立の学校で毎年4月に行われる健康診断の問診票に化学物質にかあの過敏症に関する質問事項を追加してほしいっていう要望を出してるんですよね、うん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 、でこれ実は去年の4月から文言が入ったらしくて、すごいすごい、うんうん、ただし一言だけ、はい、化学物質や香りで体調が悪くなったことがある、うん、いやあの私としては、うん、あの1ページ丸々、はいはい、化学物質過敏症に関する問診票をくっつけ加えてくれっていう要望だったんですけど、うん、でも一応まあ1行だけでもこれ大きな前進ではあるんですよね。そうですね、うん、でまあそもそも化学物質って何ってあの、うんうん、聞かれてパッと説明できる人も少ないので、うんうん、この質問だけだと多分分からない、うん、分からないですね。分からないとは思うんですよ。分からない、ね、うん、絶対分からないと思うんだけど、香りってみたいな、香りって何みたいな、なんか香害を聞いたことがある人ならあちょっとピンとくるかもしれないけど、そう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 、化学物質と香りで意味わかんない、ことがある、意味わかんない、多分パスされてる、ね、可能性ものすごい高いんですよ、うんうんうん、でもそれでも、4万何千人かの県立学校の生徒のうち643名の子がイエスって答えたらしいんですよ、うん、いやそれすごいっすね、うんうん、だからこれちゃんと質問の仕方とか、あの体調不良とは例えば週に何回ぐらい頭痛ありますかとか、うん、なんかお腹痛くなりませんかとか、うん、皮膚炎ありませんかとか、でそういう子たちに、うん、でしかもあの
その香料強化の商品を使ってる子ってもう鼻が麻痺しちゃうから、うん、自分が香りを発してることさえ知らない、分かってない子が多いんですよ。だからそういう人はもうこういう質問をまずパスしちゃうし、うん、でもそういったことをちゃんと説明した上で質問したらもっとこの数字跳ね上がると思うんですよね。確かにちゃんと説明したら変わるかも。そう、うんうんうん、でも大きな前進で、そうですね、うん、だってこんなことを問診票に入れたケースっていうのは多分日本で初めてのはずなので、うんうん、むちゃくちゃ大きな前進なんですよ。すごい沖縄県さんありがとうっていう、西岸の力、いや本当西岸すごいなと思って、すごい、うんうんうん、でこれ普通ただ単純にね、沖縄県の窓口かなんかにこういうことしてほしいんですって言っても、うん、はいはいって言って流されるだけなんですよ、うん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 、でちゃんと西岸という形を取る、で陳情請願という形を取ると、その県とか市のホームページにちゃんとこういう請願が上がりました、うん、となって、それで委員会でちゃんと審議される、うんうんうん、で今回請願というのはまた陳情の一個上で、うん、紹介議員のがないと出せないものなので、そこでちゃんとその、県議の方が審議をしてくれる、そして沖縄県の職員の方に質問してくれるっていうことはやっぱりすごく大きいんですよね。で、まあ、これ本当は署名とか集めて出すのが一番効果があるんですけど、うん、なかなかそのこれ署名集めるのが難しい、 そうですね、そもそも分かってないから化学物質過敏症っていうものを知らないからこれを広めたいっていう請願ではあるので、だから実はこれ私一人で出してるんですよ、うん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 、団体名では出してるけど、まあ、結局作ったのは私一人なんで。いやでもすごい。だから私一人が頑張ってここまで、ね、県が対応してくれるってやっぱり請願っていう、うん、手段を取ったからなんですよね。素晴らしい、うん、でこれ県ができるっていうことはどの県でもできるってことなので、うん、全ての県で、いきなり国を変えるっていうのは難しいって普段から言ってるじゃないですか、うんうんうん、だけど県のレベルで一人でやってここまでできるんだったら、うんうん、他に50人近くの方がそれぞれの県で頑張ったら日本を変えていけることができるわけなんですよ。もうこれは、ね、日本変えようぜぐらいの勢いの話なんですよ。すごい、はい、うん、それで請願の5つ目のところで、全ての県内の全ての公立病院で化学物質過敏症の診断書を発行できるようにすることっていうことを、うんうん、まあ、要望出してるんですけど、これね、一応県地域保健課の回答では、化学物質過敏症は、まあ、病態や発症メカニズムなど未解明な部分が多く、うん、標準化された診断基準、うん、治療法が確立されていない、うん、だから、まあ、これから専門家の意見を、まあ、聞きながら、うん、関係医療機関と情報を共有していきますと、うん、いう回答なんですよ。うん、いやでもこれね、いやでもここまで前進するのはすごいですね、うんうん、そうなんですよ、うん、で結局そのこれだけ出しても、いや県内にその、ね、化学物質過敏症の訴えを聞いたことがありません、うん、っていう答えしか今まで返ってきてなかったんですよね。だけど県立学校で、まあ、生徒で600何人の生徒が、まあ、具合が悪くなったことが代わりなので具合が悪くなったことがあると回答してくれたことを受けて、うんうん、県議の瀬永美沙夫先生が、もう症状が出ている子が600何人もいるんだから早く対策してくださいねっていうふうに、ね、要望してくれたんですよ、委員会で。すごいこれもすごいことで、ね、うん、だから一つの請願を出してそれが一つ要望が通ったらこの連鎖的に、じゃあそれがあるからこれしないといけないねっていうことになってくるわけなんですよ、うん、もうこれ本当に素晴らしいことで、すごい、うん、で、だから、まあ、診断基準確かにその確立されたものはないかもしれないけど、世界各国で一応診断書を出してるケースはたくさんあるんですよね、うんうんうん、だから国内で、まあ、出してらっしゃる病院もあるし、そういったところと連携をする、あるいは海外の専門家に、うん、情報交換をするとか、いくらでもやり方あると思うので、うんうんうん、一つの診断基準を、まあ、厚生労働省とでもいいんですけど沖縄県とで、何か確立したものを作っていただければ、うん、今度それを隣の県、うん、まあ、隣でなくてもいいんですけど、うん、沖縄以外の県でそれを採用していただけることができるわけですよ、うん、そうすると県から変えていくことができる、うんうん、県を変えるのは
一人でできるわけですよ。すごいかっこいい、ね、西岸陳情で変えることができるわけですよ、うんうんうん、でしかも沖縄県でこういう成功事例ができたら沖縄県でやれなさってますけどって言えるわけじゃないですか、うんうん、いや本当に成功事例は大事大事なんですよ、ね、でだから沖縄県でできてどうしてうちの県でできないんですか、ね、って言えるわけじゃないですか。そうですよね。うん、で聞いたところによるとほとんどこれお金かからないですよね。うんうんうん、だってお金かからないんですもん、この請願。そうですね、要望ってほとんどお金かからない。確かに。うんね、でしかも私は化学過敏症に関する要望は、まあ、1ページ健康診断1ページぐらい追加してほしかったんですけど、それすらもう1行で済んでるんで、うん、もう本当にお金かかってないんですよ。だからぜひこれを まだ継続審議中なので、はい、形として進めていっていただいて、うん、日本全国に広げていきたいなと、はい、ということで、ギモンドさん今日もどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。パーソナリティの FC 神岡です。明るい未来にチェンジ、エンディングが近づいてきました。化学物質過敏症に関する請願書に、取り組んでくれている議員さんや沖縄県県庁職員の方たちに、もう本当に感謝の気持ちでいっぱいです。この請願書を通して沖縄県の人たちの健康、そして沖縄のきれいな海が守られていくことを祈るばかりです。リスナーの皆さん、ご視聴どうもありがとうございました。また来週。